やっっっっぱ小池子さんちょとと力弱ったなと思ってます私も都民で半分見てたっていうのもあって、うん、あんまり何にもならなかったのかなっていうああ<ー><の>小池さんはい<ー>なんかこう首長として何がどうなったっていうのはあんまりなかったような気がしてないですね、うん、そうやって言い換えると停滞してたってことじゃないかなとそうですねだからためた金全部コロナ対策で吐き出しちゃったそうですね基金ももう取り崩されてましたし もうないんですよね、あんまり、ね、もうほぼ残ってないぐらい、減ったと思う、ね、いますよ。ホリエモンの要点まとめチャンネル。やっぱ小池百合子さん、ちょっと力弱ったなと思ってます。そう、まあ、弱った。えー、そうですね、な、なより、やっぱり二期八年を。私の都民で半分見てたっていうのもあって。うん、あんまり何にもならなかったのかなっていう。ああ、小池さん。はい。<ー>なんか、こう。 首長として何がどうなったっていうのはあんまりなかったような気がしてないですね、うん、それって言い換えると停滞してたってことじゃないかなとそうですね東,、まあ、東京オリンピックだってね唯一したあの猪瀬さんたちのチームだしそうですよ、ね、はい。それでその上にね1年延期されて、まあ、コロナのせいっちいうもあるだろうけどそれに加えてねあの無観客になったりとかね、はい あんまりい,いことなかったですもん、ね、そうですね,ですね開催は何とかしましたけどあ,<ー>あれが都民にとって国民にとってどうだったのかっていうとちょっとうんなんかもうたないた,ためた金、ね、全部コロナ対策で吐き出しちゃったそうですね基金ももう取り崩されてましたし、うん、もうないんですよねあんまりねもうほぼ残ってないぐらい減ったと思うます、ねうん、いや僕もだから結局バラマキやっただけじゃねえかよとかはい豊洲もなんかよくわかんないけど、うん、なんか意味もなく延期されて、はい でも結局変わってないんですよねそれまでの流れから保育さんがマットをかけて方向を変えたっていうわけじゃなくて単に延期された時そう時間がかかっただけであって単に時間かかってただ迷惑だったっていう, <laughs> うコロナ対策は僕飲食店やってたんであはいいや飲食店やってなかったらもっと印象変わってたと思いますけど僕もたまたま飲食店ビジネスに手を染めて、はい、しまったんで大変でしたよそうですよね、はい、東京は。 私もその、ちょっとその時までは東京にいたので、よく覚えてます。ああすはい。2020年の感んで。あの、飲食店監視員まで雇ってましたからね。あの、駐車場のほら、駐車違反禁止、あの、取り締まる人たちみたいな人たちが、はい、アジトから出てくるところ見、見、見えましたからね。いや、だから、あそういうのもあるんですかね。やっぱ失望感みたいなのあるんですかね。 そうですねもっと良くなったはずじゃないかっていう思いが僕自身にもあって他の方にもあるんじゃないのかなっていうてそれこそ古ザさんあの福岡市とか、はい、よくご存知だと思うんですけど、はい、かなり変わってますよね福岡市は変わりましたねですよねでもあれがほかで起きてないっていうのも,もったいないまして東京で首都で起きないっていうのはうんいや僕もだから福岡ってもう立て続けに ビジネス3つぐらい立ち上げたんですけどそれはやっぱり高島市長に去年会ってそれでお話をしてあこれは発展するなと思ってですよねはい、あ、ビジネスもうちょっと作るなかなと思って作ってますからねうまいですよね高島市長のやり方がその民の力をいかに生かすかっていうそこに本当に集中されてて 行政が主導でやらない。行政が金を使うのは極力避けるっていうあの発想。でも東京都って割合自分で使うのがなんか多かったような気がして。確かに。で、その投資になってない消費なんかその場で使って終わりのものが多いのかな。だからまあ言うと無駄遣いになるのかなと。まあ東京はとにかく ポテンシャルの塊みたいな街であることは間違いないですよね。はい。はい、うん。なのにもかかわらずな、やらないんだよな。あの、一強多弱なので、日本国内においては最強なんですね。うん、なので、もうそこで満足してる。でもその間、世界の都市に抜かれてるんだろうなって思う。ああ、そうですね。昔、ニューヨークに住んでたこともあって、で、中南米の首都とか回っても、中南米といえども首都って今すごい伸びてます。 なんなら東南アジアのタイのバンコクとか。バンコクは僕もよく行きんですよね。バンコクもシンガポールも香港も、すごいですね、ジャカルタも。はい。その時に成長速度って東京が随分遅れをとってるんじゃないかなっていう。いや、随分どころじゃないですよ。<laughs> タイのバンコクとか行くと、もう、愕然としますね。シンガポールもそうですけど、愕然としますね。はい。いや、やるべきことはいっぱいあると思いますよ、それは。 あの個々人がねナイトタイムエコノミーのなんか推進とかなんかいろいろ行ったりとかしてるし東京ってマンションの価格も安いんですよねもう今世界的に見ると土地の値段もまだまだ全然安くてやっとまあホテルとかそのダイレクトにインバウンドに絡むところはまあすごくなりましたけどね、はい、伸びましたけどね。 いやまだまだ確かに僕も、あのー、すごく良くなる日本のやっぱりリーダーなのでリーダーシップを発揮しないと地方が救われないんですよねで地方と首都東京って敵対関係じゃなくて一つのチームチームメートなので、ね、むしろその弱ってる地方のために俺が頑張るんだのような。 そういう立ち位置に東京都はなって世界の都市とごしていくまあまあゲートウェイにはなりますよねだゲートウェイになってまあまず東京みんな来ますからねまあでもそこもなみんな意外と分かってるようで分かってないんだよないやでも本当に羽田空港とか来ると、はいうん、なんか日本ってそうですか、ね、<laughs> <laughs> マジいやいやもうだってそもそもなんか お高く泊まってる感っていうか、はい、世界の空港どこ行っても、もう、その、入るじゃないですか。たぶすぐショッピングモールですよ。<ー>免税品買わせるために。だからもう、ずっとそのショッピングモールを歩かされて、はい、それでイミグレに行くんで、羽田空港の国際線なんて何もないですからね。そうですね。 はい、着いたらそのままなんか無機質な公共施設みたいなところで通らされて、はいはい、普通に検疫があっていみぐれがあって手続きのための場所でしかないんですよねそうなんですよえなんでここにショッピングモール作んないんだろうなとかそう収益という概念が全くないとああなるっていうそうですよねやっとですよこの間隣にできたホテルに天空の湯みたいな温泉ができて めちゃくちゃゃくわってましたね早朝なのにだからこういうものをどんどん作っていけばいいのになって思うんですけど、まあ、それも含めてですけど全くこうせっかくのそのインフラがね生かせてないといかまだまだ伸びるうちありますよねいやいやもうまだまだどころか僕10倍の規模になってもおかしくないと思ってますよ <laughs> それぐらいの規模のそれだけのポテンシャルあると思うというようなことをやってほしいですね そ,うですね、あのそこはやっぱり既得権益というものが、うん、まあ大なり小なり存在するのでそことの、まあ、また戦いが、ねええまあ、あるんですけどでもそれをやっていかないとみんなに好かれるっていうのは政治としてないのででもどうですか情勢,あの情勢を、ね、その冷静に分析すると、はい、蓮舫さん強そうじゃないですかそうですね今ね立憲が、ね、勢いがあるのかな裏金問題で、はいうん、だあそこは組織票でまとまりそうじゃないですか。はい、うん まあわかんないですけど山本太郎さんみたいな人が出てこなければ、うん、<laughs> <laughs> 野党がねまとまればはいうん、いけそうですけどどうですかその辺はなんか、うん、組織票とかはないんですかないですねないで,す <laughs> でもあえてそこはやっぱり国政の色は全くつけずに選挙に出たかったっていうその選択肢を一個は富に示したかったっていうのは 国政の代理戦争は本当にその権力闘争もういいんじゃないかなっていうそれはそれでまた国政続けてもらったらいいんですけど、うん、東京都をどうするか日本のリーダーどうするかっていう話はもっと急がないと本当にこの国が経済が手遅れになると思うので、うん、なので都民に一つ選択肢を色がついてない選択肢を示したかったということですね。 ありだと思いますよね,そ,れはね,ですねそこはまあ,あ<ー>まずは期待したいですし<ー>何より一回で変わらなくても次また誰かが同じようなことをやって挑戦して<ー>やっぱりこれがいいよねってだんだん意識って変わっていくのもあるかなと思ってますいやーでも蓮舫さん蓮舫さん強そうだな <laughs> まあ強いと思いますねあの本当組織がしっかりされてるんで組織しっかりしてるし知名度ありますからね、うん いや、それは、なんかこう、勝ち筋みたいなものっていうのはあるんですか、なんか。そうですね、やっぱり今の時代なので、いかにこのネットの力をリアルにつなげていけるか。うん、そこですね。組織とかあるんですか。こっちで、まあ、講演会の活動は、今広げているところですね。<ー>はい。東京にいる、まあ、知人、友人。はい,は,いはい。はい。そこから、あとは、あの。なぜか。 僕を応援したいって言ってくださる方が貴族な方が結構いらっしゃってへ<ー>、はい、そういう方々のお力を今お借りしているところです。うん、いやそれでね、ちょっとでも変わる方向に行けばね、いいんですけどね。なかなかね、まあ簡単ではないと思います。簡単ではねはい。でもまあ実際その市長になってやった時にそのやれたことっていうのはなんとなく感覚としてはまあ規模は全然違うと思いますけど。 ででできそうすすかですねはいやっぱり執行権が一人の人間に主役されているその何だろうな便利というか、うん、万能なところがあるんですね本当にいろんなことができるんだなっていうのは本当小さい町ながらに思ったのでそれが1,400万人いる町であれば、うん、計り知れない力があるんだろうなと思います。う